火の力。火の力。世界の初めの大地には、ムルングという神様と動物だけしか住んでいませんでした。ある日、カメレオンが網を担いで魚を取りに出かけました。幾度も水の中に網を投げているうちに、ただならぬ手応えがありました。カメレオンは、大層喜んで、やあ、今度は、ひどく重いぞ。きっと素晴らしく大きな魚が、かかったに違いないぞ。と、勢い込んで、網を引き上げますと、何やら、今まで見たことのないような生物が、二つかかっていました。カメレオンは、驚き怪しんで、おや、変なものがかかったぞ。一体なんだろう。と、言いながら、それを網から取り出しました。それは二人の人間で、一人は男、もう一人は女でした。カメレオンは、じっと、二人を見つめていましたが、こんな変なものを食べると、ろくなことはない。放っておくことにしよう。くだらぬ奴に手間を取られて、すっかり寒くなってしまった。と、言いながら、網を担いで帰りかけました。すると、二人の人間は、後ろからカメレオンを呼び止めて、寒ければ、暖かいようにしてやろう。と言いました。カメレオンは変な顔をして、何、暖かいようにしてくれる。それはありがたい。では、早速やってもらおうか。と、言いました。二人の人間は、木の枝を二本折り取って、力いっぱいに擦り始めました。カメレオンは、変なことをするなぁと思って、大きな目玉を、くるくるさせながら、それを眺めていました。たちまち、木の枝の間から、パッと、火が出ました。人間たちは、その火を近くの焚き木につけました。焚き木は、みるみるうちに、激しい炎を上げて燃え始めました。カメレオンは、今まで、火というものを、見たことがありませんでしたので、気が遠くなるほど驚いて、大慌てに慌てて、木の上によじ登るなり、どこともなく逃げ出してしまいました。二人の人間は、その後を見送りながら、気持ちよさそうに笑い続けました。ヤオ族。原虫。この神話は、火が文化の大きな要素であり、人間が、他の動物の上に立つ一つの原因、理由であったことを示すものとして、すこぶる興味があります。ご視聴、感謝いたします。次の動画をご覧になる機会には、この動画のチャンネルを思い出してください。